両チームにとってもう惜しかったがよくやった、そんなコメントはいらないんです。欲しいのは勝利だけ。本当に待ちに待った日本一のタイトルまであと一歩。しかしそのあと一歩が本当に一筋縄ではいきません。左側のゴールに向かって蹴る形で両チームの PK 戦が始まります。先に蹴るのはどうやらガンバ、もうすでにペナルティースポット、1番手キッカー日本代表遠藤保仁がスタンバイ。さあそして上下赤のフォーム、先に守るのはジェフ千葉のキーパー、誰よりもジェフのことを知っている立石智則。遠藤最後までゴールキーパーの動き読めますからね、はい、決して強いシュート打ちませんけども、しかしこの立石も柔らかい柔軟な対応で定評がある男、西野から正キーパーの座を奪い取って今があります。チームメイトからも信頼も厚い男立石。最後までキーパーボール見てましたよね。遠藤ずっとそのキーパーの動き見てから蹴りますから、ですから動きてじれて蹴ってしまいましたよね今ね。やっぱり動きを見るキッカーというのはね、やはり動かれないと反応するの迷うんですよね。ずっと見られちゃったもんですから、あれ普通ちょっと動いてしまうんですけども、最後まで見切られちゃったんですね今、はい、助走短いですし強い球出ませんから、やっぱり読みが当たってしまうとああいうのありますよね。やっぱね、やっぱ助走が短い長いちょうどタイミング合う助走あるんですよね。ジェフの1番手は阿部勇樹キャプテン、守るは藤ヶ谷陽介。もう1本目ですからね。決めましたね。意外とあの付き合ってしまうことがあるんですけれどもね雰囲気的に。そうなんですね、PK 合戦と連鎖してしまうというところがね、やっぱりありますね。ありますからね。見事ですね。やっぱ2番手はモッパリーグ戦の得点王ブラジル人プレーヤーアラウージョ。蹴る向こう側のゴールの裏にはジェフサポーターの黄色の壁。さあアラウージョ、ワンフェイク置いて決めました。ジェフ2番手は水野です。若い選手に決心ですね、やっぱり、すごいですね、やっぱね、まあ、トレーニングの中でやっぱりこう決定力高いんでしょうけども、フリーキックは上手い選手ですけどね、ワールドユースの後ちょっと負傷でせっかくのチャンスだったのに登場シーンが限られていた水野ですが、この決勝の舞台聞いてましたね今ね。気持ちも強いですね、後から蹴るジェフ千葉は2人とも成功。ガンバもこうついていかなきゃいけないですね。そうですね、指示プレーです。
うまかったですね。そしてジェフの3人目は工藤浩平。選手たち非常に本当にこう、まあ、大差もですね、落ち着いてますよね。21歳工藤浩平決めました。これで3人蹴ってジェフ3人とも成功、ガンバは2人成功です。なんか蹴れることが嬉しいようにいきますよね。そういう感じ、本当にこう、4人目は大黒、大ブーイングの中蹴るゴールの向こうはジェフサポーターだらけ。しかし遠いところからガンバサポーターが力を背後から送ります。4人目キッカーガンバ大黒雅史。決めました。うわすごいとこ出ましたね今。いや素晴らしい、ね、もしかしたらキーパーが先に動いたんでね、狙ったところとは変化をつけたかもしれませんね。ジェフ4人目は林武則です。思えばこの決勝進出に当たっての6戦の時にも彼の活躍がありました。守るは藤ヶ谷。触りましたけどね、今ね、コースは当たったんですけどね。さあ、元ジェフの山口がガンバ5人目キッカー。彼がもし失敗したり止められたりしますと、その瞬間、ジェフユナイテッド千葉の優勝が決まります。は読んでたですけどね。これは相当なプレッシャーの中、フルス相手に山口、うそうですね、ちょっとタイミングをずらしましたよね。そうですね、はい、さあジェフの5人目キッカーは牧誠一郎。日本代表牧、右打者というのは5番目、1番目、5番目というのは一番、まあ、プレッシャーというのは、ね、大体5番目で決まることが多いんでね。さあ決めるか牧、日本一に向かって決めた。ジェフユナイテッド千葉日本一。ジェフは最後までやっぱりそのチーム、まあ、PK 戦だったんですねっていうものをしっかり見せてくれましたからね。あもう勇気号泣、そして牧とストヤノフ歓喜の輪がピッチ上、ジェフ千葉の面々。しかし風間さん、はい、敗れたとはいえガンバ大阪も本当にあのリーグ戦で首位走っているチームらしい素晴らしい戦いだったんではないでしょうか。もう、ね、この一戦を見ても分かりますけれども、ただ今日ここでこういう試合が表現できたんではなくて、はい、常にこういうことができるチームなんですよね。